はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆうかです。まあこの動画をご覧になっている皆さんはきっと美容だったり自分磨きに興味のある方がたくさんいらっしゃると思うんですけども、皆さんはそういう美容の情報とかってどこでこうキャッチしていますか？最近は情報っていうのがいろんなところに拡散していて、トレンドは抑えておきたいけど、それをうまく一箇所で確認できたらいいなって思っている、そこのあなたにぴったりなアプリっていうのをご紹介したいと思います。もうかなり有名なので皆さんすでに知っているかとは思いますが、それでは早速見ていきましょう。はい、それでは本日ご紹介していきたいのは、私が最近結構ハマっちゃっている、でそして私の周りなんかも結構使ってる友達とかがすごく多いメリーっていうアプリなんですけども、このアプリ先ほど私がお話ししたような美意識の高い欲張り女子さんにもってこいな優秀アプリになってます。またこのアプリのいいとこっていうのは、ビューティーのみに限らず幅広いジャンルのトレンドがとても見やすくなっているっていうところです。なのでこうタイムリーに気になっている話題やトレンド集めをしやすいのもポイントになってます。メリーにはたくさんのおしゃれでワクワクする情報で溢れてるんです。またアプリ内はこういう風に画像やこうテキストがとっても可愛いメリーの世界観っていうので統一されてるので、見てるだけでなんだか女子力が上がる感じがします。だし見ていてすごく楽しいです。そしてメリーの特徴というのは、自分の好きっていうのを貯めていけるところです。こういう風に自分にとって必要なトレンドだったりとか気になる記事っていうのをボタン一つでアプリ内に簡単に貯めることができるんです。どうするかっていうと、こういう風にハートボタンをポチッってするとラブした記事っていうのに保存ができます。でこの好きっていうフォルダ自体も自分で分けることができるので、整理できる、好きごとに綺麗に整理できるっていうのがいいポイントだなって思います。例えばこういう風にね。そしてと同時に、おしゃれ女子さんのこの人はどういうのを好きでフォルダに貯めてるんだろうっていうのも他の方のも見ることができるので、他の可愛い方っていうのの気になってることやものをチェックしたりもできます。それでね、今回私がちょっと面白いなって思った記事だったりとか、やってみたいなって思った記事があったので、今日いくつか紹介していきますね。一つ目はまさに最近私が髪色を変えたと思うんですけども、そういう韓国風ヘア、オルチャン風ヘアっていうのに関連した記事があったのでご紹介したいと思います。こう流行りのオルチャンメイクだけじゃなくて、そのヘアを変えただけでもオルチャン風に近づける、そういうヘアカラーをご紹介なさってるこういう記事なんですけども、どういうヘアがあるかっていうと、まあ代表的なのはやっぱりシースルーバングっていう、こうあるかないかわかんないで、横に流せても使えるし、まあ前髪としても使えるようなシースルーバングっていうのは本当に韓国のトレンドだなって私も思うので、そういう風にまとめてあるのと、あとやっぱりブロンド、私もねこれピンク入れて今抜けてきた感じの髪色なんですけども、ピンクにするかブロンドにするかでとっても迷いました。なのでブロンドも結構やっぱりオルチャンカラーだなって思います。あとはやっぱりピンクですね。私も今回なのでこうやっぱ韓国のオルチャンたちというか可愛い方たちに影響されてピンクにしようってこう決めたんですけども、こういう風にねいろんなピンクがあるんですよね。淡いピンクとか濃いピンクとか、でもやっぱり結構はっきりしたピンクっていうのが韓国では多いかなって思います。あとは本当にこの間の動画でもお伝えしたんですけども、こういう黒髪は今本当に一番来てると思います。ここにまさに書いてあるけどね、韓国風ガールの中ですごく人気な理由っていうのが、やっぱ髪が綺麗に見えるっていうことみたいですね。あと肌が白く見えるっていうこと、これは本当にあると思います。やっぱりコントラストが、肌とのコントラストがかなりはっきりするので、肌の色が白く見えるっていうのはすごいあるなって。なんでこれ見てて、あすごいあるあるって、韓国でよく見るっていう
私が韓国に住んでいて分かるって思うような情報たちだったので、すごくだから韓国好きの方にはぜひ見てほしい記事になってます。で、あとはね、もう一つご紹介したいのはこの脱マンネリメイク、この冬はカラーメイクで冒険してみないっていうものなんですけども、結構私も何年前かに比べるとカラーメイクっていうのにかなりこう前向きに挑戦するようになったと思うんですけども、今日まああんまり主張したカラーメイクはあえてしなかったんですね。なので下の方にあるこれ、この個性派チーク、イエローのチークっていうのを今日この上から塗っていきたいと思います。でね、たまたま私がここに書いてあるのは、マジョリカマジョルカとかのアイテムが書いてあると思うんですけども、私が持ってるのはじゃじゃん、こちらです。なのでこの 3CE のワンカラーシャドウ、本当はねアイシャドウとして使うものなんですけども、これをチークとして使っていこうと思います。 YOLK ヨークかなっていう色になってます。これをね、こう目の下というか頬の上ぐらいめがけて塗っていこうと思います。ちょっとさ、黄色かイエローのさチークとかって肌難しいのかなって思いがちなんですけど、やっぱりカラーメイクしてあげるとすごくトレンディーな顔になるというか、一気にこんな感じか。ちょっと溶かしていきますね。なんでこんな感じかな、こんな感じのあのイエローチークをしてみました。今年は本当にしっかりカラーメイク楽しんでいきたいと思っているので、この記事もね、なんか見た瞬間うわーやりたい、イエローチークやりたくなっちゃったって思って、でまさに今日やっているので、こういう風になんかカラーメイクどこにどうつけたらいいかわかんないという時もすごく参考になると思うのでおすすめです。で最後に紹介したいのはこの記事、古着ファッションイコール韓国ファッション、ヴィンテージ好きに推す韓国ファッション通販3個なんですけども、やっぱりさ韓国ファッション好きだけどどこのサイトで買っていいか分かんないって方たくさんいらっしゃると思うんですよね。私にも実際お問い合わせがあったりだとか DM 来たりだとかっていうのはあるんですよ。なんかどのサイトで買ってるんですかとか、どこでそのスカート買いましたかとかあるんですけど、ここはねちょっとまとめてこう紹介してくれている記事なので分かりやすいかなと思いました。サーリデザインの古着が好きな方におすすめっていう、こういうファッションのスタイルだったりとか、あとちゃんとこうインスタグラムも一緒に紹介してくれているっていうのがとっても嬉しくないですか、読む方としては。なのですごい読みやすいし、こう見やすいなって思ったんですよね。インスタグラムとそのウェブのサイトをどっちもリンクで貼ってくれているので、もうクリックしたらそこで見れて買えるっていう感じなので、そこがねすごくいいなと思って。でこのオンニーっていう2個目のサイトもすごい可愛いし、最近やっぱりレースだったりとかその結構柄物っていうのが韓国でもすごく見えるので、そういうサイトになってるのかなって思いますし、あとちょっと大人シンプルが好きな方にもおすすめのサイトとか、そのジャンルごとにサイトを紹介していただいてると思うので、難しいなって思っても挑戦できそうな服だったりっていうのもここの記事で見れるようになってます。はい、この3つの記事っていうのを今日はご紹介していきました。はい、それでは皆さん楽しんでいただけたでしょうか。まあ YouTuber としてこのように素敵なアプリっていうのをいち早く皆さんにお届けできたこと、とても嬉しく思います。みんなでこれからも一緒に綺麗になってワクワクしていきましょうね。春夏に向けてよりおしゃれ度を上げたいなって思っていたので、私もいいアプリが知れてとっても嬉しいです。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバーイ、アンニョン。